球条アンフォラ文化は、オレンジ色の範囲球条アンフォラ文化は、紀元前3400年頃から、紀元前2800年頃にかけて、西は、エルベ川西岸地方、東は、ドニエプル川中流域まで広がっていた、同期時代文化。インドヨーロッパ語族の中央ヨーロッパ、バルカン半島、ギリシャへの進出に関して、非常に重要な意味があると考えられている。 現ギリシャ人もこの文化に含まれる。この範囲は、これより、前の新石器時代のヨーロッパに、ロート上、ビーカー文化が広がっていた地域と、大体同じで、球場アンフォラ文化の早々期には、両文化が、同時に存在していた。住居の遺跡よりも、墓地の遺跡が、よく発見されている。ただし、ポーランドでは住居の遺跡もよく発見されており、 ほぼ四角形の基礎を持つ家屋や丸い基礎を持つ半地下式の小屋といったものが発掘調査されている。家屋は孤立していたり複数が集まっていたりしており、個々の家族の家屋が点在している場合と村落となっている場合とがあることがわかる。大半は移動の途中で一時的に建てられた住居で、定住型の住居についてははっきりしたことはわかっていない。 彼らは常に獣地を移動していたものと見られる。主に牧畜を営んでおり、牛、豚、羊、ヤギ、犬、馬などを飼っており、アカシカ、ノウサギ、鳥類、魚類を取っていたようである。旧条アンフォラ文化の早々期は、圧倒的に豚を飼っている場合が多く、この前の時代のこの辺りの文化である、ロート上、ビーカー文化が、圧倒的に牛を飼っている場合が多いのと、 交代賞をなす。ただし、九条アンフォラ文化のいくつかの遺跡でも牛が主体の牧畜を行っていることはある。小麦、スペルト小麦、大麦、エンドウ豆などを栽培していた。九条アンフォラこの文化は、二つか四つの小さな鳥手がその絞った首の近くについている、独特の丸い形をした時で知られている。九条アンフォラ文化の名称はここから来ている。 この土器には様々な模様がついている。墓地からはフリント製の平らな斧がよく見つかる。土葬を行い、遺体を墓穴に直に埋めるか、あるいは石棺を用いる。遺体は腰と膝を折り曲げて右、または左の横向きに寝ており、頭は必ず東を向いている。石棺の蓋には複合弓などの彫刻が施されている場合がある。 副葬品には、アンフォラ、その他の土器、フリント製の斧、ナイフ、矢尻、琥珀のビーズのほか、動物の骨製で作った、様々な製品などがある。豚の下顎の骨やイノシシの牙も見つかっており、これらの動物を生贄にしたことが伺われる。牛一頭分の骨が丸ごと見つかることもある。木製の盾と思われるものも発見されている。 球条アンフォラ文化がインドヨーロッパ語族の起源や拡大についての議論に登場するのはこの文化の経済が移動型であることおそらく馬が家畜化されていたこと特徴的な陶器が作られていることが主な理由であるこの文化の陶器はコーカサス山が宮ク北緑のマイコープ文化やドニエプル川中流域のミハイロフカ仮想文化と関連があると推測される 陶器には移動の際に台車あるいは動物の背などに複数まとめて固定して運ぶのに都合の良い工夫が施されている。異論はあるものの、コーカサス山がミ地方と北部ヨーロッパ平原地帯との直接的なつながりがあるとも主張されている。特にクルガン化説においてはこの地域的つながりが強調される。球場アンフォラ文化の埋葬の儀式。 特にカフの巡視の習慣が頻繁に見られることは、インドヨーロッパ語族との関連を扱う上で非常に重要である。生贄の牛を埋葬し、琥珀の日輪像を副葬品とするなどの風習は、インドヨーロッパ語族にとりわけ特徴的である。ヨーロッパの地形図この文化の人々の身体的特徴は、東方のステップ地帯のものに似ており、特に、 この文化の東部にあたるウクライナ西部、モルドバ、ルーマニア北部の一帯においてはこの特徴が顕著である。しかし馬、生贄の動物の埋葬、斧といった象徴的なものはその前の時代のこの地に存在した、ロート上、ビーカー文化やレンジェル文化にもある程度見ることができることから、球場アンフォラ文化の起源をこの一帯、特にこの文化の中心部であるポーランドにおける、 土着の文化の発展拡大にあると考える人々は、旧城アンフォラ文化と東方のステップ文化との関連性については疑問を呈している。最新の分析によると、旧城アンフォラ文化の起源はこの地の土着の複数の文化や隣接した様々な文化との複合的な関係が考えられ、以前に唱えられていたような外来であるとか土着であるとかいった単純な排他的、 発生過程を経ているわけではないようである。九条アンフォラ文化はその地理的広がりから、ゲルマン語派、スラブ語派、バルト語派、ヘレニック語派の基礎文化と推定される。さらに、ケルト語派やイタリック語派の各地の社会の政治的支配層はこの文化に由来し、後の青銅器時代を通じて、西欧や南欧の土着の非インドヨーロッパ語族の社会を、 次々と支配することによりそれぞれの誤波を拡大したと考えられる。発掘結果から、球場アンフォラ文化の中心地は、ポーランド中部と推定される。これは、東方文化のヨーロッパ北部への侵入経路を考える際、カルパチア山脈、南ブク川、ドニエストル川、ビスワ川、オドラ川、エルベ川など、山脈や水系の構造から、 自然なことと思われる。歴史時代においてもこの経路での東西、ヨーロッパ諸文化の往来は非常に盛んであった。さらに、ポーランド中部や南部においては最も古い時代のナワメモンドキが見つかっていることから、ナワメモンドキ文化は、旧城アンフォラ文化の中心部であるポーランドから、発生してライン川西岸地方から、ボルガ川中流域までの広大な地域を占めるように、 なったと考えられる。また、ポルトガル西端部で発生し、広まった非インドヨーロッパ語族の金城、ビーカー文化は、インドヨーロッパ語族のナワメブ分土器文化や、球上アンフォラ文化の人々と接触し、言語交代が起きて、ほぼ全体が、ケルト語派となったと推測される。マリア・ギンブタスはそのクルガン仮説において、 九条アンフォラ文化を、インドヨーロッパ語族の第二の源の里と位置づけている。JP、マラリー &DQ アダムズ、エンサイクロペディア・オブ・インドゥーヨーロピアン・カルチャー、フィッツロイ・ディアボーン・パブリッシャーズ、ロンドンシカゴ、1997。ありがとうございます。